第一次世界大戦中、イギリス軍とドイツ軍は一進一退の塹壕戦を展開しており、敵の塹壕に突撃しては機関銃と小銃の弾の雨を浴びて敵の塹壕を奪いわずかに前進、という地で血を洗う陣取り合戦が展開されていた。これを打破するためにイギリスで開発されたのが鉄砲の弾を跳ね返す陸上艦、すなわち戦車である。塹壕の中から撃ち合いをするのが戦争だった時代、いくら撃っても銃弾を跳ね返す怪物の出現にドイツ兵は震え上がり、持ち場を捨てて逃げ出したという。日本陸軍はヨーロッパの戦場における戦車を購入し、その開発と装備を試行した。しかし、日本に来た外国製の戦車は、いわば不要なので売り払われた兵器であり、旧式化していた。それよりも、日本で国産戦車を開発した方が将来的には有利である。そこで誕生したのが国産初の戦車、89式中戦車である。満州事変、日中戦争では主力戦車として活躍。さらにノモンハン事件にも参加し、対英米戦争でも老体に鞭打ち戦い、早々期の日本戦車を代表する存在となった。